黒い画集甘え。声、甘木声は松本清張の短編小説。1959年11月サンデー毎日特別号に甘木声のタイトルで掲載され、1959年12月に単行本黒い画集に収録の一作として公文社から刊行された。1983年に松竹で映画化。 また1978年に日本放送協会で、1998年に TBS でテレビドラマ化されている。原康史議による朗読 CD が2004年に新庁舎より発売された。天城トンネル北川三十数年昔のこと、16歳の私は初めて天城を越えた。私の家は下田の鍛冶屋であったが、 なんとかして、よその土地に出て行きたいと思っていた私は、静岡にいる兄が羨ましくてならず、6月の終わりに、かねてからの希望を結行する気になった。天木のトンネルを通り抜けると、別な景色が広がっていた。私は、他国を感じた。湯ヶ島まで来た時には、もう、夕方近くなっていた。向こうから、一人の大男が歩いてきた。一目で、 よそ者だと分かった。あれは、肘型だね。ああいうのは流れ者だから、気をつけなければいけないと、五福屋から言われた。静岡に行く元気がなくなった私は、下田に引き返す決心をした。すると、その時、修善寺の方角から、一人の女が歩いてくるのが目についた。私は、その女が過ぎてから、足の向きを変え、後を歩いた。そいじゃ、ちょうどいいわ。 下田まで一緒に行きましょうね。私は自分でも顔の赤くなるのを覚えた。1983年2月19日公開。制作は小畜、キリプロダクション、配給は小畜。時代設定は原作の対象から昭和15年に変更されており、これにより少年が大人になった後の下りは現代になっている。本映画は脚本。 監督の三村春彦により、母恋、純愛物語のコンセプトを加えて描かれている。現在は DVD 化されている。なお、平映作は、本作と同じ松本清張の原作による、砂の器の再編集版であった。建造が道中で出会った人々天城山あたりに住む、人々事件当時に登場する人々現代に、 登場する人々、松本成長シリーズ、天城越えとして、テレビドラマ化され、日本放送協会の NHK 総合、土曜ドラマ枠で、松本成長シリーズ第一作として1978年10月7日に放送された、1978年度芸術祭ドラマ、部門大賞受賞作品。なお、物語の終盤に、原作者自身も出演している。 原作との違い原作と比較すると、大塚花が乳児を亡くしていることや、土工には、同原作者による、映画、鬼畜をイメージさせる過去に起因した個性を持たせている、こと等の特徴を持つ。また、原作にはないが、他の映像化作品に見られる、少年の母の、情愛シーンの創作はない。キャストスタッフ放送日程演出を手掛けた、 和田勤が2011年1月14日に成居したのを受け、同年1月30日の NHK アーカイブスで追悼和田勤ドラマ、天城越えと題して本作が再放送された。関連商品現在は DVD 化されている。1998年1月1日放送。少年の天城越えを大正15年6月に設定。 多映像化作品にはない少年が大人になってからの大塚花との再会という創作部分が存在する。逆に土こがひどく汚れている様や土こがなぜお金を持っていたか等のシーケンスは省かれている。第35回ギャラクシー賞優秀賞受賞作品。第38回日本テレビ技術賞受賞作品。現在は、 二宮和也の伊王島からの手紙出演を機に DVD 化されている。キャストスタッフ、ありがとうございます。